今日も終わった。ナミカナミ、あね、どうですか課長。お、いいね。あ、私ね、カラオケ。え、いたかよ。いいじゃないですか、たまには。あね、ゆか子さんも一緒にどうですか。え、ああ、私は遠慮しとく。あ、付き合い悪いな、山口君。どう？ね、僕と二人で銀座の恋の物語なんか、ほら、二重奏でどう？いや、課長、それを言うなら、銀座の恋の、もうやだ、何言ってんの、知らないの。あ、ね、沙織さんは？ごめん、今日はゆか子と約束があるの。え？今日ちょっと、いいでしょ？結婚？うん、見合い話があるって嘘ついたら帰ったら焦っちゃったらしくてさ。入社して3年、就職するまでは必死だったけど、いざ入ってみれば仕事なんて誰がやってもいいようなもんばっかり。ま、それが気が楽だってとこもあったけど、これ以上居座ってたら古株になって若い子に鬱陶しがられるばっかりだし、もともと OL になりたくてなったわけじゃないしね。なりたくてなったわけじゃ、私もそうだ。私の夢は、いえ、私たちの夢はテキスタイルデザイナーだった。ねえ、ゆうすけ、この色。お、いい色に染め上がったじゃん。うん、これタペストリーにしたいんだ。いいね。俺も負けてらんねえぞ。高校時代、私とゆうすけは美術部の染色科で一緒に頑張っていた。夢は自分たちの染めた織物で世界中の人や家を飾ることだった。デッサンってのはどうも苦手だな。描けば描くほど真っ黒になってくような気がするな。ブルータスってアフリカ人だった、こいつ。でもデッサンは美大受験の基本ですから。そういうお前はどうなの。ダメダメ、見ないで。ずるいぞお前だけ。ダメだった、ダメだってば。っやだ。ごめん、ゆか子、大丈夫か。うん、大丈夫。そう言いかけた私の唇をユウスケの唇が塞いだ。私のファーストキス、今思えば子供っぽい。でもユウスケの唇の温かな感触は今でも忘れていない。絶対実現しような、俺たちの夢。じゃあ、また明日。うん、明日。でも次の日からユウスケに会うことはできなかった。帰りにひどいにわか雨に遭ったユウスケは信号無視の車に。ユウスケが消えて私の夢も消えた。私はごく普通の大学に進学し、ごく普通の会社に就職し、今日まで来てしまった。あ、電車来た。じゃあね、また明日。うん、うん、また明日。明日。3ヶ月後、私は会社を辞めた。そして美大受験に挑戦したのだ。この年ではちょっときつかったけど、私は受かった。ユウスケが見守ってくれていたのだと思う。岡村先生。君は、山口君だったね。はい、あの、今日の講義でわからないところがあったんですけど。どこかな。岡村先生は染色館の講師で、
どこかユウスケに似ている。時々私は彼の後ろにユウスケの影を感じるのだ。でもそんなこと今はどうでもいいこと。やっとつかみかけた夢をもう決して手放さない。それが私のユウスケへの誓い。あ、そうか、私そこのところを勘違いしてたんだわ。よくわかりました。ありがとうございました。頑張るね山口君は。うん、現役の生徒よりずっと教えがいがあるよ。私の夢の第一歩ですから。そうか、それじゃ失礼します。うん、また明日。また。